こんばんは、エバタです。誰、昨日なんか書いてある気がする、まあ、業務スーパーに行ってるんですよ。で、この業務スーパーに売ってる中華スープ、うん、で、これが調べるとまあやたらとうまいっていう。で、前にまあラーメン屋とか、まあ、やってた人にも聞いたんですよ。やっぱさ、あの中華スープ、あの元があるんですよ。で、それをね、あの、まあ、入れてるだけじゃないけど、入れてるだけに近いものがあるんですよって。多分ね、これだと思うんだよね。で、昨日、まあ、買った時に、まあ、この状態で置いてあって、まあ、この油、まあ、これどうしたらいいのかっつって、まあ、今は振れますけど、昨日はもうぎっちりで振れる状態じゃなかった。で、まあこれでまあ昨日食べてみたら、普通の袋麺もね、美味しいんですよ。そこそこまずいのを出したら、まあ、次買ってくれないから、やっぱ美味しいのは出すはずなんですよ。でも特にこれが美味しいのか、それをまたね、今日ちょっとやってみようと思うんですよ。で、麺もね、買ってきたんですよ。はい、バスケットで一番安いやつ、4食セットで160円税抜き、まあこんなにね、変わらないと思うんだよね、こんなの。まあ、とりあえず、まあ刻みネギも買ってきたから、でチャーシューは別にいらないです。メンマもいらない、煮卵もいらない。ただラーメンのスープ、あと、この麺を茹でて、もうそれだけで食べてみようと思ってます。まあ、立ち食いそばの、あの、かけそばみたいなもんだよな。スープを用意する。なんかいいか。昨日より油多いな。お湯入れて、味が薄かったら、まあ、もう追加すればいいだけの話だから。で、油が最初使い切って、後になって油なくなってきた、そしたら普通の醤油かなんかで使ってさ、まあなんとかなんだろう。細かいことを考えてはいけない。これ作るから、あ、お湯沸いてる。茹で時間なんて、まあ1人前か。残ってる。そっか、輪ゴムがねえな。いいよ、このままで。なんとかなる、そんなもんなんで。
器を用意しとこう。これかき回すね。これかき回しておかないと、ね、そこにくっつく。あと、あの、これはね、柔らかめが好きなんですよ、麺は。でもね、あの、これをやった後に湯切りせずにここに入れますから、これ結構重要なポイントですよ。もうちょっと柔らかい方がいいんじゃないかなぐらいで置いておいた方がいい、うん、でその後にあのお湯を温めて、あのスープ用のお湯を作るから。あとあのインスタントカップ麺、うん、まあインスタントの袋麺っていうか生麺はこういう感じのは好きなんだけど、あれはあんま好きじゃないな。このぐらいにこのぐらいにこのぐらいそのまま入れよう。青これをそのまま取っといて、これを食べる。でここにあのお湯を入れて、あのティッシュ邪魔、スープを作る。このねお湯が沸いたらね、あの一応真ん中に置いとく。出来上がりなんですよ。それをこれに入れる。ネギを入れる。でこれで食べる。で普通にあの湯切りしてあの麺を置いとく。ティッシュ邪魔だって。なんでティッシュ切りしないんだろう。普通に湯切りしてやって、あのこのお湯の沸くのを待つ。でそうするとね、あの麺がね、あの硬くなっちゃうんですよ。なんかぐしゃっとして、だからこのまんま置いといてないんです。多少もうちょっと茹でた方がいいかなっていうので固めにそのまま置いとく。厚麺ですよね、うん、厚麺のお湯入り、うん、でここにお湯を入れる。それで食べる。でこのお湯はね少なめですよ。少なめ少なめで、それのがね、あのしょっぱくて美味しいから。でその後このスープもやっぱり飲みたい。でその時にこれでそば湯じゃないけどお湯割りをするんですよ、あのこのぐらいとか、うん、でそうするとこのスープも美味しく飲める。そういう寸法なんですよ。指突っ込んでる。いや、やけどする。でもあの麺いっぱい買ってあるから、うん、が足りなければまた茹でたらいい。うん、いくらでもね食べれるんですよ、安くて。もうちょっとだ。もうこれはねあのキンキンにね。熱くしておいて、あとまあ駅とかにあるあの立ち食いそば系のあの懐かし系のラーメン、昭和の懐かし系のラーメン出す店があるじゃないですか。多分ねこれと変わらないと思うんだよな俺。まあこれだとまあ大きいスープ買ったから。スープなんかまあただに等しいぐらいまで原価償却はされてると思うんですよ。で麺なんてあただあったんですよ。4人前でまあ200円もしないから、まあこんなの、まあ、50円ぐらい、まあ、計算する人もいないと思うけど、ただ1杯でいくらだろう、450円から490円とか多分そのぐらいだと思うんですよ。でそこまでね、あの出さなくても同じのが食べれるんじゃないかって、私はね、それを言いたい。あ、もう。
これぐらいでこれぐらい。これネギ。で本当はまあこれチャーシューとかメンマ入れる。もう入れない。とにかく酢のラーメンだけを味わいます。これでもねちょっとメンマ固まってる。だからここに お湯を入れた感じでも、だ普通に湯切りして置いておいたらもっと固まってるはず。でこうするとねいくらでも柔らかく食べれる。これね私流のね家で作るラーメンのコツなんですよ。さあ自撮りしてくれ。いや分かった。映ってる。まあ、うん、いいよ映ってなかったで。こんなね安くて負けてないですよ。立ち食いラーメン。むしろこっちの方がうまいんじゃないかな。家でもね、同じような作れるんですよ。安くて。俺はちょっとそれが言いたい。で普通に、これ、あいきそばでちゃんと熱い状態で、まあ、ちゃんと麺も茹でて出したとする。普通のお客さん来ると思いますよ、これ。これがうまいんだよね、なんですよ。ありがとうございます。一生懸命、まあ、いろいろ工夫してね、作ってんですよ、なんて。多分嘘だろうな。でも美味しい。うん。ただ、もう、カップ麺若い頃好きだったんだけどな。なんだろう。もうあんまりうまいと思わない。でもこれは美味しいと思う。うん。で、追加しようか。麺がほら半分ぐらいになってきたから、胡椒も入れていいと思うんですよ。こうするとまたね味が違ってきて美味しくなるから。あの味だ。安いとか高いとか関係ない。これでお前
漬け汁が混ざった麺、これがまた味噌なんです。入れてるじゃないですか。そうすると、あのこの入れたスープがね、微妙にちょっとずつ少なってくるので、ちょっと飲んでみましょう。いい味になってんな。これなんですよ。で、最初は濃いめで、まあ、漬け汁の基本ですよ。食べてるうちに麺が薄くなってくる。あ、麺じゃない、スープが薄くなってくる。で、この薄くなってきたスープがね、美味しいんですよ。もうチン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 に、もう下品なことやっちゃいますよ。あと、とにかくね、凄まじくうまいんですよ。